キスタイルをオリジナルで作るということから始めたのですけれども、オリジナルの生地を作り、そして自分で型紙を引き、自分でソーイングをして、すべて自分で作った服を、初めは知人に販売していたというのが始まりです。1995年にミナペルホネは始まりました。私はデザインをするということが、ものを作るということだけではなくて、そのプロセスも作るというふうに考えています。ですからファッションっていうことだけではなくて、あらゆるものを作るということをアイデアから始まって、そういう意味ではファッションにとらわれる必要がないというふうに考えています。哲学、フィロソフィーを伝える場所であるので、さまざまなマテリアルを細かく自分がデザインをしてお客様を迎えるということがとても大事で、それは、ホスピタリティだと思っています。ファッションだけではなくて、全てのデザイン、暮らしのデザインをするというデザイナーということになると思います。